ず皆さんレタスのサラダ作るときに、はい、バリーンバリーンってちぎってますよね。うんうん。はい、私の動画出た方は知ってると思うんですが、今日からはやめましょう。横にバリンとちぎるとですね、えぐみ苦みがよく出てしまいます。なので負荷をかけないぐらい優しくふんわりふんわりこう優しくやってあげると、レタスもあ、なんなら食べられていいやっていう気持ちになってですね、美味しく苦くなく召し上がる。で、次にですね、あ、ちなみにレタスは一玉ありましたら軽いものが良品です。キャベツは重いのを選ぶ、レタスは軽いのを選ぶ、これが決まりです。見た目よりもね、艶のあるものと、あと繊維が縦に入ってますので、切る時に横に切ると割とパプリカの風味がはっきり出て、縦に切ると繊維がしっかり残るので、まあ、斜めに切ってあげると美味しいよなんていう話をしてます。で、あとは1個皆さんあまり知らないと思うんですけど、パプリカがこうあったら逆三角形のものが良品になります。なので、なんで逆三角形がいいかというと、肩が張ってるものは生命力がある、パプリカになるんですよ。なので、そうですね、重量挙げの選手みたいな、こういうパプリカを選んであげるといいと思います。